皆さん、こんこにちは。音楽理論は音の距離感から法則を見つけ出したものです。ですからその距離を測るための言葉は非常に大切です。音の距離感を測るための正式なルールと言葉である音程の前にもっと簡易の言い方からお話ししたいと思います。でも簡易の言い方だからこそ会話などでは音程よりも多用されますし 音程を学び理解するためにも必要です。早速基本的なことから確認していきます。音は空気の振動です。空気の振動はヘルツという単位で表します。世界基準である440ヘルツは1秒間に440回振動するという意味です。これをイコール A ラと定めました。そして 倍のヘルツを人の耳は似たものと認識しそれにオクターブという言葉を名付けオクターブという概念まで獲得したのです打速ですがオクターブは時報をイメージしていただけるとわかりやすいです <noise> そしてその1オクターブを12分割したものが半音カッコクロマティックになります 半音、括弧、クロマティック2つ分で、全音、括弧、ホールトーンと言います。この表を見てください。すべて、音の距離を表す言葉です。1の音から、1の音までをユニゾンと言います。同じ音を比較する場合もあります。1の音から、2の音までを半音と言います。2から3、3から4、と、隣り合う音すべて、半音の連続です。 1>, 1の音から3の音までを全音と言います。2から4、7から9、と、すべて全音です。また、全音を1音とも言います。理由などは定かではないのですが、半音3つ分の距離を、全音半とは言わずに、1音半と言います。語呂の問題だけかもしれません。さらに増えても同じように言いますが、簡易がゆえに、数が増えると逆に分かりにくく。 4音とか使っている人を見たことありません1の音から7の音までをトライトーンと言いますちょうど真ん中で7の音から上の1の音までも同じくトライトーンになりますまたそのオクターブを12等分した中からさらにあるし統一感のある響きで7つ音を選び出したものがメジャースケールですメジャーは英語で 大きいとか広いという意味ですが音楽の場合は長いという意味ですスケールは物差し定規のことですが音楽の場合は音階と言われてもよくわからないと思います実例から理解してください音楽は中2音ある音からどの音を選ぶかでそのイメージを大きく変えることができます聞いてみてください例えば

といったものをスケールと言いますその中でもメジャースケールは別格で曲を作る時の骨組みになり先ほど出てきた沖縄音階やアラビア音階などを考える時にもメジャースケールを基準にして比較しますですからまずはメジャースケールを覚える必要がありますメジャースケールは始まりの音から全音全音半音 全音、全音、全音、半音という距離感で音を選びますスタートを1として3、5、6、8、10、12、1でオクターブ上の同じ音に返ってきます12音の中から特定の響きで選ばれています逆に言えば規則正しく選ばれていないのです全然前前半、全前,前,前半と一息に言って 五感で覚えてししままいましょう次は音程を予定しています。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。